紀の川は奈良県から和歌山県へと流れ、紀伊水道に注ぐ一級水系の本流。河川名は紀の国に由来する。奈良県内では奈良県南部の地名、吉野にちなみ、吉野川と呼ばれるが、河川名を案内する標識などには水系名である紀の川が併記される。地図や橋の名板には吉野川と記される。 吉野山の周辺奈良県吉野郡吉野町橋屋で、撮影吉野郡大淀町椿橋より東を見る、奈良県と三重県の県境にまたがり全国的にも、有数な田内帯として知られている大台ヶ原を、源流都市、紀伊山地を北西へと流れ、高県側と合流後西へと曲がり、中央構造線の南側に沿って、龍門山地、金剛山、 泉山脈を北に見ながら清流し、和歌山市で、紀伊水道に注いでいる。日本有数の田雨地帯である大台ヶ原を水源と、する木の川は、夏季に集中する、降雨分布を示す。従って梅雨時期や、台風の際には、容易に氾濫を繰り返す河川であった。河口の中積平野である、和歌山平野では、稼働が、たびたび変遷する状況であったが、 豊富な水量は、慢性的な水不足にあえぐなら盆地の人間にとって魅力的であった。1400年代の地震、津波によって砂丘が破壊されたことにより、木の川は、若浦へ注いでいた稼働から、現在の紀伊水道へ注ぐ稼働に変わった。なお、若浦へ注いでいた、旧稼働は、若川として残っている。 秀吉が築いた大田城水攻めにおける堤防の推定位置。木の川における大規模な土木工事の所見でもある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大田城由来並び合紙由意書記、個人像大田城をめぐる合戦の詳細については、 奇襲征伐大田城水攻め、大田城第二次大田城の戦いを参照のこと。中世、紀の国は、山梨、大内市、畠山市などが主護を務めていた。だが、高野山や小川寺、君寺といった自社勢力が強い地域であり、中央集権的な統治は不可能であった。したがって、在地豪族は自立性が強く、大勢力に従うことには、 抵抗を見せた。戦国時代、織田信長は、石山本願寺に通じる、西賀州、大田東や寝頃寺の討伐を行ったが、それは、他の一行一期に比べて春列なものではなく、和睦という形で決着を見た。このため、自社勢力は、その影響力を保持したままであった。1584年、小牧、長久手の戦いにおいて寝頃寺、 西賀州太後州大田東は、徳川家康に味方し、橋場秀吉への敵対姿勢を強めた。このため、翌1585年に秀吉は、弟の橋場秀長、老いの橋場秀次と共に6万の軍勢を率い奇襲征伐に乗り出した。寝頃寺を焼き討ちした、橋場軍は、大田東の本拠地、大田城への攻撃を開始した。 最初は力攻めを行ったが、大田島の奇襲による打撃を受け、秀吉は得意の兵糧攻めによる攻撃に切り替えた。そしてこの時秀吉が選択したのは、備中高松城攻めと同じ水攻めであった。秀吉は、赤石のり座めに命じ、包みを設計させ、付近を流れる木の川をせき止めて、大田城を水没させる策に出た。 推定で、包み高3メートルから5メートル、包みの長さ6キロメートルの大規模な土堤であり、初伝通り3月25日に寄港し、4月1日に、淡水を開始したとなるとすべて人力であるにも、かかわらずわずか6日間で完成させたことになる。十分な牢場準備ができていなかった木内は10日、あまりで氷漏がつき、八塚正勝、 前の長安の幸福勧告を受諾し4月12日に、大田城は会場。城主である、大田隆史聖をはじめ51名が自陣して、戦いは終了した。この第二次大田城の戦いにおける、秀吉の水攻めで建設された堤は、地水にも利水にも関係しない軍事的な河川工作物であるが、木の川における初の大規模な河川工作物である。 1600年の関ヶ原の戦いにおいて本戦に、三次、戦勝後の恩賞で、キー一国を領することとなった、浅野義長は、古くから存在していた堤防を改修して、街道としていた。木の川の治水ではこれら街道が堤防を兼ねる形で、建設されていたが、到底十分なものではなかった。大阪夏の陣の後、秋広島に天保となった浅野市に代わり、 1619年に南海の鎮として、駿河府中より入部したのが、家康の従南、徳川頼信である。頼信入国により、徳川御三屋の一つ、紀州徳川家が成立したが、これが、木の川の河川開発の合法ともなった。紀州藩は、南海道の鎮護を目的とし、大阪や西国を観察する役目を担っていたため、居城である。 和歌山城を大幅に拡張する必要性が生まれた。頼信は、居城の拡張と城下の発展を図るためには、木の川の治水が不可欠と考え、掛けづくり町から地蔵の辻に至る高さ3.0メートル、天馬幅5.0メートル、総延長1.7キロメートルの堤防を建設し、補強するために柳を植えた。これは、竜包と呼ばれ、さらに、 地蔵の辻から八軒屋までの区間に、松並木で強化した堤防を建設した。これは、松原包と呼ばれるが、包みに植えられた松は、敵の侵攻の際に切り倒して、和歌山城の防衛に利用することもよりの部は、考えていた。また、岩手付近には、花見筒が1626年に、建設されているが、名の由来はこの付近に一帯に広がる島園が、 春になると見事な開花風景を見せることから付けられたと言われている。この他上流の糸群には三大将軍、徳川家光の命により高野山大島建築のための貯木機能を兼ねた上様包や千間包が関営官分年間に建設されている。奇襲流治水工法をこうしたより延の治水により次第に神殿開発がなされていくようになったが、 こうした治水と利水を組み合わせた総合開発に取り組んだのは第五代藩主である徳川義宗であった。義宗は伊沢渡総兵や大畑勝義を登用し、木の川流域の総合開発に着手した。彼らの取った手法は、まず治水を行い後に利水を行うもの、具体的には連続艇を直線化した堤防に改築して切れ目をなくし、 川原と氾濫源を分離する。そして分離した氾濫源に、木の川から用水を引き、新田開発を行うというものである。この手法は、奇襲流治水工法と呼ばれるが、吉宗が江戸幕府第八代将軍に就任した後には、利根川、荒川の治水、離水に採用され、見沼大用水をはじめとする関東平野の大規模、灌え事業に結実していく。 日の川では、本川に、上流から、小田遺跡、七号遺跡、藤崎遺跡、小倉遺跡、六が遺跡、宮遺跡、四が遺跡が建設、拡張修復され、支流の岸側には、佐在遺跡、諸遺跡、丸橋遺跡が、安楽川には、安楽川遺跡が建設された。これら遺跡から引かれた、用水路によって、氾濫源の神殿開発が促進された。 代表的なものとしては、安田島に行った、明治に行った、中島神殿、松島神殿などがあり、こうした、奇襲流地水工法による、神殿開発によって1839年には、約7万2700国の増収を、木の川流域だけでもたらし、考えが可能になった、高地面積も約1万丁部に上った。この吉宗による、奇襲流地水工法こそ、 後の河川総合開発事業の原点にも通じる。紀州では、このように、木の川を有効利用した、日田開発が行われていたが、山和北部の奈良盆地は、木の川のような水量が豊富な大河はなく、山和川などは、滑水時には、容易に水不足に陥り、干ばつによる被害が起こりやすかった。このため、農民は、古くから、 大小様々なため池を大和川流域に建設。さらに隠シードを作って水を確保するという苦労を長年続けていた。他の地域がたとえ晴天続きの順調な天候であっても、小和地帯である奈良盆地ではかえって干ばつを招くという皮肉な状況であり、このことを指して人々は大和法年米食わずと囁いていた。 奈良盆地に暮らす住民にとって、とうとうと流れる木の川の水は何者にも変え難い、魅力的な水であった。そして、奈良盆地に木の川の水が引けないかという願望となり、やがてそれは吉野川分水構想へとつながっていった。最初に発案したのは高橋佐助であり、元六年間に構想をまとめている。その後完成年間には、 門倉玄太田氏が再度実地調査を行っているが、いずれも中途で挫折した。幕末から明治時代初期には、吉野軍化淵村の農民たちが分水計画を立ち上げ、さらに辰野市助沖も同様の計画をまとめた。これらの計画は明治政府も注目し、実際に実施計画調査を行っているが、和歌山県の反発もあり中断。 その後奈良県は、名張川流域からの分水を計画し、宇田川分水計画も策定したが財政難や、水利権を持つ京都府の反対でこちらも挫折した。このように、吉野川分水は何度挫折しても再び構想される、奈良県民300年の悲願となっていった。山戸国、奈良県側からすれば、奈良県に降った雨が流れる木の川の水を、使うのは、 当然という意識もあった。だが、木の国、和歌山県側はこの考えに猛反発した。木の川は、最大流量と、最小流量の差が、日本一大きい。雨が降るのは6月から9月の時期に集中し、その時期に降らなければ確実に水不足を招く。かといって降りすぎれば確実に水害を招く厄介な河川でもあった。 さらに、神殿開発は成功してもそれは、木の川に近い範囲乱源でのことであり、川から遠い地域や山裾に近い地域は、慢性的な水不足を受けており、木の川流域にもため池は多かった。このため水はあるようでないというのが、奇襲の本音でもあり、渇水どころか水害の被害も受けている。水害を受けない分山との方がマシだとして、吉野川分水には、 強行に反対した。1886年には、奈良県議会で、吉野川分水調査計画が議決され、和歌山県との交渉に臨むが、和歌山県はたとえ洪水時であろうとも、木の川に注ぐ水はたとえ、その行ってきたりとも、四人の勝手は許さずとして、頑強に抵抗。 ついには両県による水紛争に発展し、1917年、1926年、1929年、1941年と4度に、渡る水紛争、低層運動が勃発した。紛争の中で、奈良県は、和歌山県の強硬な反対理由を精査するうちに、水が潤沢と思われた和歌山平野も奈良盆地とそう、変わらないことを知り、両県が、同時に、 水需要を満たす計画でない限り吉野川分水は不可能という認識が生まれた。だが、この問題が解決するのは戦後を待たなければならなかった。明治以降、全国の主要河川は内務省による直轄管理河川として河川改修が行われていた。木の川においては1899年に和歌山県営事業として堤防改修が開始されたのが、 近代河川改修の始まりである。岩出市木の川河口に至る堤防整備が主なものであった。ところが1917年10月に木の川の流域は大水害の被害を受け、従来の堤防は各所で決壊してしまった。このため1923年に木の川は内務省の直轄改修対象河川となり、対象6年に洪水を基準とした。 木の川回収計画が策定された。これは、基準流量を、対象6年洪水の最高流量である5600トン、秒に定め、この流量に耐えられる、河川回収を行うことを目標とした。具体的には、堤防築堤護岸回収、春節、川底掘削といった従来からの河川工法と、所々に見られる急激な強策部を改作して、拡張し、 火水の硫化阻外要因を排除することを目的としている。改修計画は当初1936年に完成する予定であったが、その後の国内事情によって事業は遅延し1943年以降は太平洋戦争に伴い中断を余儀なくされた。また、当時全国の河川で着手されていた火水統制事業も木の川では行われず、 水力発電による電源開発も目立ったものは行われなかった。戦後、経済安定本部は戦火によって荒廃した国土を回復するため、河川総合開発事業による治水と国営農業水利事業による利水を強力に推進する政策を取った。これ以降全国の主要河川において多目的ダムを中心とした河川総合開発が推進された。 江戸時代から続く吉野川分水構想は、前述のように奈良県と和歌山県の利害が対立し、双方が恩恵を受ける計画でない限り実現は不可能と思われていた。だが、戦後テネシー川流域開発公社を手本とした河川総合開発が木の川水系でも計画され、木の川の場合は奈良県和歌山県下の灌漑整備を主眼とした。 地域開発の動きが、にわかに現実性を帯びてきた。そして1949年、農林省を事業主体とする戸塚は、木の川総合開発計画が策定され、奈良県長年の懸案であった木の川からの分水計画が本格的に動き出した。さらに、翌1950年の国土総合開発法施行により、同計画は、木の川、 熊野川という紀伊半島の二つの大河を利用して、考えと、水力発電を行う用紙の、熊野特定地域総合開発計画に発展した。まず、木の川本川最上流部の吉野郡川上村に、大葉様ダムを、支流の津風呂川に津風呂ダムを建設。また、岸川の支流である野田原川に山田ダムを建設して、水源とした。 続いて、下淵島主港を建設して、ここから、木の川の水を、奈良盆地に送水する。送水された水は、奈良盆地に送られ、奈良県の上水道と農業用水に利用される。一方、下淵島主港による取水によって水量が減少する、木の川については、十津川からの分水を図った。これは、熊野川本川上流部の奈良県吉野郡。 大東村に建設省近畿地方建設局が建設するサルヤダムの坂本取水口より取水、天辻トンネルより導水した水は、木の川支流の山と乳川に電源開発株式会社が管理する西吉の第一、第二発電所で発電後に放水され、木の川へ合流する。また木の川より取水する遺跡の整備、統合を進め。 従来7箇所あった遺跡を、小田、藤崎、岩出、六が、井の4遺跡に統合し、かつ固定石であった石を、稼働石化した。こうして、小田投手校、藤崎投手校、岩出投手校、新六が、伊投手工として再編された遺跡から農業用水を、取水、和歌山平野に供給を行った。これらの事業によって、和歌山平野、 奈良盆地に安定した水供給が図られた一方、奈良市、和歌山市、五条市、橋本市などの上水道、工業用水道の供給も行われた。この五奈良県内の木の川中流域における、灌漑強化も図られ、国営五条吉野土地改良事業が進められ山と、入川の右支線、吉里川に一の木ダムも建設された。なお、奈良盆地への水供給は、 木の川の他に木津川、名張川からも取水し、室尾ダムから、初節水路を経て大和川に導水を行っている。一方、大阪府南部は、阪神工業地帯の一部として、工場群が立地し、さらに、仙北ニュータウン等の造成で、人口も急増した。また、和歌山市や海南市など、紀伊水道沿岸も阪神工業地帯の一部として、 住友金属工業の和歌山製鉄所をはじめ、大型工業施設が立地しており、水需要はさらに増加していった。また1990年代に入り、関西国際空港の開港や半和自動車道の開通もあり、特に大河がなく水不足が顕著であった、大阪府南部への木の川からの分水がより、求められるようになった。このため新六が伊藤志向を改造して、 地水の多新切り水容量を確保し、大阪府仙南地域への利水を図るために、木の川大関が建設され、現在暫定運用を行っている。戦後、全国各地で水害が多発していたが、木の川でも、例外ではなかった。木の川では1950年9月3日のジェーン、台風による水害を川切りに1953年まで、毎年大水害が発生した。 特に1953年7月の奇襲大水害では木の川のみならず有田川、日高川、引川、小座川など県内すべての河川が氾濫、和歌山県は壊滅的な被害を生じた。戦争で中断していた木の川改修計画は戦後再開し、1949年に完了していた。さらに1950年には、 橋本市までの本川と岸川の合流点から 6.0km 区間までを改修区間に編入した。ところが、岸周大水害で計画を上回る洪水となったため1954年には岸川の計画水位を改定した第一次改定期の川改修計画が策定された。この際木の川本川の計画洪水流量も橋本市で6000トン。 病とする方向で調整を図っていたところ、1959年9月26日の伊勢湾台風が、木の川流域に、かつて内大洪水をもたらした。上流を中心に豪雨が襲い、吉野郡川上村潮の葉では26日夜7時に、時間雨量が118ミ、mm、リメートルという猛烈な雨となり、この日1日だけで650ミ、mm、リメートルの記録的な雨量となった。 このような激烈な豪雨により、木の川の洪水流量は、計画を上回る7000トン、秒を記録し、奈良県、和歌山県で、浸水被害が拡大。特に、奈良県は1958年の台風17号の、被害が復旧する暇なく、水害に遭い、歳入を上回る、被害額が算出され、財政危機に陥る状況となった。このため国会において、 当時の奥田良造なら県知事が、木の川に多目的ダムを建設してほしいと、第33回国会災害地、対策特別委員会第4号、昭和34年11月5日の参考人質疑で、答弁する切実な状況であった。伊勢湾台風の翌年、1960年に、木の川改修計画は、全面的に改定され、木の川修正相対計画が策定された。 この際に、橋本市におけるピーク時の洪水流量を7100トン、秒とし、この中で2600トン、秒を、木の川本川に多目的ダムを建設することで、カットすることとした。こうして建設省は、木の川総合開発事業として、吉野郡川上村大滝地点に、包み高100.0メートル、総貯水容量8400万トンの大規模特定、 多目的ダムを計画した。これが大滝ダムであるが、当時上流部に、戸塚は、木の川総合開発事業として、農林省が大葉間ダムを建設しており、この上さらにダムによる犠牲をこむることに399個の水没予定住民は猛烈に反発。猛烈なダム反対運動を展開し、事業は完全に硬着化した。 当時東日本では八葉ダムに対する強烈な反対運動が展開されており、計画が全く進展しないダム事業の代名詞として、東の八葉、西の大滝とまで形容された。1965年4月に、木の川水系は新河川法の施行により一級水系に指定され、これ以降五条市から川口までの 62.4km 区間の 木の川本川と木の川改修計画の指定区間である岸川が建設省直轄管理区間となった。これに伴い、木の川工事実施基本計画が定められ、1974年の改定を経て、現在は和歌山市船戸地点におけるピーク時洪水流量を1万6000トン、秒とする改修計画となっている。 木の川改修計画時のピーク時洪水流量から3倍強の流量となっているが、それだけ治水の難しさを物語っている。2003年には大滝ダムと木の川大関の本体が完成し、暫定的な運用が図られている。現在は2005年11月18日に策定された木の川水系化線整備計画に基づき、環境保護も重視した。 河川整備が推進されているが、大滝ダム木の川大関は、木の川の治水、利水の根幹として、重要な位置を占めている。こうして木の川は、数々の河川開発が、江戸時代より行われてきたが、河川開発をめぐる問題として、書くことができない問題として、大滝ダムがある。前述のように水没予定地の川上村の反発は、予想を超える、激しいものであり、 八の巣状紛争を上回るとも形容された。当初はダム対策協議会との交渉が持たれたが全く折り合わず、後には団体交渉を断念して水没住民一人数ととの個別交渉を行うに至った。これがダム事業の長期化を招き、当初の予定建設費400億円を大きく上回る3410億円の事業費を投入する結果となり、 事業者である建設省への批判が高まった。住民に対しては、水源地域対策特別措置法の休場指定を、施行同日の1974年7月20日に指定し、保障額のかさ上げをはじめとする保障交渉を進め、ようやく打結を見た。2003年に、本体は完成し、現在暫定運用を行うが、ここまで43年が経過した。だが、 完成直前大滝ダムの試験淡水中である2003年4月25日、湖岸の川上村白屋地区で地滑りの兆候が住民の通報で発覚、試験淡水を中断した。その後も住宅に亀裂が入るなど、住民生活に深刻な影響を与えており、住民は全戸の永住移転を要望。川上村議会も早急な対策を、 国土交通省に要求した。国土交通省は仮設住宅の建設を直ちに行い、現在住民は仮住まいをしているが要望する永住移転のめどは立っておらず、住民の疲労と不満が高まっている。また、地滑りについてもすでに1974年から指摘されていたとの意見もあり、地滑りに対する認識の甘さを批判する意見も多い。 ダム湖への地滑りによる災害は、イタリアのバイオントダム事故が著名であるが、この事故では2600名が死亡しており、対策の不備は大事故につながりかねない。現在国土交通省は、高級的な地滑り対策を施行中であるが、安全が確認されない限りダムの貯水は行われず、さらなる事業費の拡大や治水、利水計画への影響が懸念されている。また、 公共事業の見直しによるダム事業の再評価が全国的に行われ、木の川水系でもその影響が及んだ。建設省は高野山を水源にして木の川に合流する木乳川の上流部、久戸山町北又地先に木乳川ダム計画を1989年より進めていた。ダムは包み高145.0メートル。 早貯水容量6040万トンの重力式、コンクリートダムで、木の川水系最大級の特定多目的ダムであった。だが、利水計画縮小によって、計画の再検討が行われ、当初計画よりも上流に再度建設が計画された。だが、実施計画調査時に、基礎岩盤が予想以上に劣悪であることが判明。 掘削処理を施すと大幅な事業費増額が予想され、同程度の事業費であれば、既存の河川整備、利水施設整備を行えば十分対応できることが報告され、コストパフォーマンスに優れない事業の継続は、住民の理解を得られないとして2003年に、国土交通省は、ダム計画の中止を決定した。現在は、大滝ダムの地滑り対策と、 日の川大関の周辺事業整備が進められている。水害による被害は一時期に比べ格段に減少しているが、地球温暖化の影響による短期集中的な豪雨被害が全国で毎年起きていることを考慮すると、万全な治水整備を怠ることはできない。また渇水については1990年、1994年、1995年、2001年、2002年と、 平成に入っても、滑水被害が後を絶たない。特に1994年2001年2002年の滑水では、木の川、岸川の流水が途絶し、市民生活に深刻なダメージを与えた。これは、木の川が一級水系の中で、最大流量、最小流量の差が最も大きく、雨量は夏季に集中していることが原因であり、ゆえに夏季に雨量が少ないと、 致命的な水不足に陥る。このため利水目的を有する大滝ダムと木の川大関の早期本格運用が期待されているが、特に大滝ダムについては上記の理由があるため、被害住民への高級的住宅対策と完全な安全性の確保は極めて重要と言われており、国土交通省の抜本的対策が求められている。木の川の河川施設整備は、 奇襲反省下における徳川吉宗の治水、利水事業に伴う遺跡の整備に始まる。戦後、農林省による戸塚は、木の川総合開発事業によって大葉間ダム、津風呂ダム、山田ダムの建設や遺跡の統合が進められ、熊野川からの分水も行い灌漑整備を実施した。同時に、電源開発による水力発電も行われたが、 他の河川に比べれば小規模である。一方、治水については1959年の伊勢湾台風以降、建設省近畿地方建設局による大滝ダムを中心とした治水事業が進められ、現在は木の川大関とともに暫定的な運用を実施している。治水を目的とする多目的ダムはこの2施設のみである。黄色欄は建設中の施設。 赤色欄は撤去、凍結中の施設。古くは、殿のあった大和平野から来る、河海道が、今の五条市まで達して、そこから、木の川のう岸を精神し、木の国に入り今の和歌山市下田へと通ずる、南海道が走っていた。なお、木の国,の国府は、う岸の名草郡にあったとされる。大和国の吉野川沿いには、古代、利休が置かれていたが、土のあった。 飛鳥や大和平野からは、龍門山地を越えなければならず、当初は、遠回りではあるが、今の御所市古瀬から、今の大淀町下淵へと出て、そこから吉野川の右岸を闘進して離宮に入ったと、される。この吉野川と、龍門山地に挟まれた野原は、狩りに適した良いのであったので、吉野という地名が生まれた。平安時代以降、熊野山山や高野山、吉野山、 大峰山への参詣が盛んになり、多くの参詣者が木の川を渡るようになり、渡し場が設けられた。こういった中で現在、周辺を走る国道の原型が成立する。江戸時代に入り徳川後三夜の一つ、紀州徳川家が成立し、木の川、高見川沿いを西へ進み、 高県山を越えて、伊勢国へと至る伊勢街道は山近交代の道として、また紀州徳川家は南伊勢も半寮であり、その拠点である松阪城とを直線で結ぶ道として整備された。一方で、木の川源流近くまで、上り尾波根を越える東熊野街道や、大干所の置かれていた今の五城市から吉野川を渡り、乳川を登って、 天辻峠を越える西熊野街道、今の吉野郡大淀町から吉野川を渡り、河岸を経て奥吉野への道、また、高野山への山景道で、今の橋本市付近で、木の川を渡る、高野街道、川口付近で、木の川を渡る、吉州街道などが利用された。現在、木の川付近を走る国道及び鉄道としては、下記のものがある。 道路和歌山県岩出市の岩出橋より上流を見る。見える鉄橋は和歌山線鉄道木の川に架かる橋について上流から列記する。橋梁の長さに関しては奈良県橋梁延長ベスト10を参考にした。川上村の大滝ダム流域ではかつての沈下橋が残っている。また現在地滑り対策工事の関係で100%の貯水が行われていないため、 国道沿いから今も見ることができる。橋梁の長さに関しては、和歌山県情報館、県内の橋梁、トンネルを参考にした。宮滝、川の Q&A アンサー。日本河川協会。2019年9月7日閲覧。木の川に並行している区間は、開通済み。一般県道吉野川公園線の共用について、奈良県公式サイトウェイバックマシン。 一般県道用篠川公園線渡橋奈良県公式サイト、川に架か,かる、水管橋、崩落、6万世帯が断水、市長、震度7でも耐えられるようにしていた。読売新聞、https、www、読売 COJP、ナショナル、2021万1 0 0 4と1 t 5 0 8 2ありがとうございます。